どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、よろしくお願いします。元気いいですね。ですね、今日はですね、巻き方がちょっと苦手な方の第2弾をちょっとやります。前回はちょっとこう後ろでこうまとめて巻いてみたんですけど、まあ、それだと、まあ、ロングヘアの人とかだったら全然できるんですけど、ちょっと短めの人方だったらちょっとやりづらいということで、今回はこう横にこっちにこうツインテールして巻いてみて、まあ、綺麗になるかみたいなことをやってみます。まあ、原理的にはちょっと一緒なんで、多分横にやる方が短い方でもこうまとめて巻けますし、まあ、長い方でもなんか後ろにこう手回すの結構大変という意見もちょっと聞いてたので、ちょっと今回はその方法でやってみますので、よかったら参考にしてみてください。はい、はい、それでは動画をスタート。はい、じゃあまず後ろで、まあ、大体でいいんで半分に分けてサイドの部分に持ってきて、ここでゴムを結びます。結構根元ギリギリで結ぶといいかなと思うんで、であまりきつく結ばないようにしてください。反対側も同様に横に持ってきて、根元ギリギリで結びます。でツインテールにして片側から毛束を取っていきます。なるべく少なめで、このぐらいの厚さですね、を全体的に取って巻いていきます。固定でもう1回転ぐらい中間から入れて滑らせる、このぐらいですね。まあ巻く強さは全然お好みで大丈夫かなと思うので、強く巻きたい人はもう2回転ぐらい巻いちゃってもいいですし、弱めに巻きたい方はだいたい1回転ぐらいでいいかなと思うので、で巻き始めるところが毛束を取って中間ぐらいから固定を入れて回すと、ちょっと根元付近まで行くので、でそのまま滑らしてくる。なるべくこう毛先だけじゃなくて中間ぐらいから巻いてあげると結構綺麗にカールが出るかなと思います。で今回はもう全部内巻きで巻いてます。こう外巻きでも内巻きでも、巻きやすい方向に巻いてもらったらいいかなと思うので、まあ、内巻きが大体皆さん巻きやすいかなと思うんで、内巻きでじゃあ反対側も同様に毛束を、まあ本当少なめですね、このぐらい取って固定で中間から入れて巻いていきます。このぐらいのカールで全体的に巻いていきます。だいたいこんな感じで巻き終わりました。このぐらいのカールでやってます。巻き残しがないようにそれだけ注意してください。じゃあ次にオイルをつけていきます。毛先の乾燥がなくなるぐらいしっかりとつけるようにしてください。で、次ゴムを外していきます。手ぐしでしっかりとほぐしながらカールを散らしていきます。はい、これが全体ほどいた状態です。結構普通にバランスよくできて、でまあ普通にツインテールだと毛束も細くなるので巻きやすくなるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。